はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。皆さん、知っていますか？11月11日、ポッキーの日。よく騒がれています。ポッキープリッツと、まあ、1111がね、ポッキーとプリッツみたいに見えるという話は有名でございます。ですが、実は、もやしの日でもあるんですよ。もやし。皆さん大好きなもやし。ちょっと待てと。もやしさんたちからしたらちょっと待てですよ。ポッキーよりもね、はるか昔から我々は生えてきたと。そういうね、もやしの方々の声がちょっと聞こえたので、今日は、11月11日は、ポッキーの日なのか、もやしの日なのか、それを、このたかしーず TV の動画で決めたいと思います。お願いします。早速、決めましょう。さあ、やってまいりました。11月11日は何の日なのか決定戦。左から入場してきたのは現状王者ポッキー選手、対しますは右手挑戦者もやし選手。純白な姿にしなやかなボディ、姿とボディ2個を説明しちゃいましたけども、両者互いに見合っております。互いの声を聞いてみましょう。まずはポッキー選手。お前みたいなもやし野郎に負けるわけねえだろ。おっと、いきなりポッキー選手相手を挑発しております。対してもやし選手。おめえの方がもやしだろうが、このもやし野郎。あ、なんか お互いもやし野郎とけなし合っております。我々の頭の中はもうもやしでいっぱいです。対戦方法は至ってシンプル。折れなきゃ勝ち、折れたら負け。さあ、果たして11月11日の日の称号を手に入れるのはどちらでしょうか。今、決戦のゴングです。あと一瞬でポッキー選手を折られてしまいました。なんと、もやし選手強すぎる。これは食物繊維の賜物ですというわけで、勝者もやし選手です。無残に真っ二つになったポッキー選手を見て、もやし選手高笑いしております。おめえの方がもやしだろうが、このもやし野郎。あと、そこに私も混ぜていただけますか。